チェン。21番チェン・ルーさん、中国。復活してきました。みんなが待っていてくれた元世界チャンピオン、さあルーチェン・チンロ。9歳の時に3回転ジャンプ成功しています。ルルの優雅になった21歳のフリーの演技です。ジャンプにスピンにエレガントさを出してきました。ああ込み上げるものがあります。この2年間苦しみました。
元世界チャンピオン、周りの環境もいろいろ変わりました。自身の怪我もありました。13歳から国際舞台に登場しました。進路という日本にもたくさんファンがいます。オリンピック長野のホワイトリングで彼女らしい演技を発揮したと思います。ジャンプのわずかなミスはありましたが、本当に手足の長い、スタイルのいい彼女らしい演技を見せてくれたと思います。21歳でベテランと言われてしまうフィギュアの世界です。意地もあったと思います。まず立ち上がりのこのトリプルルッツ、非常に綺麗に決めました。ダブルトーもつけて、これでよし、いけるという手応えをつかんだと思います。トリプルトー、そしてこのレイバックスピンも1m62cm52kg、 非常にスタイルのいい進路、力を出し切ったもの、彼女にとっては得点はもうそれほど問題ではないという、この競技会オリンピックに出場できて自分の持てる力を出し切った、そんな満足感でしょうか。あ、プレゼンテーションも高い評価、 5.8 が並んでいます。2位をつけたジャッジが6人、過半数。トップミシェル・クワン、2位ルーチェン・チンロ、3位スルツカヤ、4位ギュスメローリ。日本の荒川は10位、あと3人です。